行けですか。いくぞ。1、2、3の人生のためのゲーミングだ。はい、皆さんこんにちは。今回もファイアープロレスリングワールドミッションモード実況解説していきたいと思います。今回第41回目のミッションジャパニーズノーリミットスタイルの試合で試合評価 70% 以上を取れというミッションをやっていこうと思います。はい、では試合始まりました。もう一度振り返りますと、これジャパニーズノーリミットスタイルということなんですけれども、もともとこのファイアープロレスリングワールド、このゲームはアメリカンプロレスをモチーフとして作られていると思います。日本のマットというか、あの場外のね、あの日本だったら大体フェンスなんですけれども、アメリカンプロレスなんかああいう風なゴムクッションみたいな感じのものをずっと四方に設置してまして、で入場ですね、入場ゲートがあるという風な感じが大体アメリカンプロレスですね。なんですけれども、このミッションはジャパニーズノーリミットスタイルということなので、まずノーリミットは無制限ということですね。でジャパニーズスタイルとは何かというと、アメリカンプロレス見ていただいた方は大体わかると思うんですけども、かなり消的要素が強いんですよね。で日本のマット界というのは、まあ小というよりかどちらかというと、まあ、あの格闘技色が強いようなプロレススタイルになってます。アメリカンプロレス見るとかなり試合がもっさりしているというか、なかなか技出さないですよね。日本の方がスピーディー、そういう風なスタイルの違いがあります。でこの41回目のミッションなんで、ジャパニーズスタイルっていうことでやれということなんですけれども、まあこれでね、試合評価、まあミッションは 70% 以上なんですけれども、今回も S ランクを取りに行こうとしてますので、まあ大体80後半は欲しいかなというところなんですけどもね。でどうすれば試合高評価が狙えるかというと、まあタッグマッチなんで、まあ、タッグマッチであるがゆえに試合時間は短くない方がいいですね。ゲーム時間で、まあ、大体15分は超えて、まあ20分は超えたいかなっていうところなんです。やっぱり試合時間が長くなれば、お互いの得意技を見れる機会っていうものもおのずと高くなりますので、お客さんのね期待値も高くなって、満足度も最終的には高くなるという風な結果が出やすいので、なるべくゲーム内時間20分は超えたいかなというところですね。でもまあ、闇雲にこう試合時間を伸ばしていたらいいかというと、そういうわけでもないので、試合が盛り下がるという風な場面も出てきますので、まあ、適度に、得意技、必殺技、まあ、場外乱闘というようなね、まあ、時にはトリッキーな技も出していければいいかなというような感じですね。まあ、そうしないと高評価はもらえないかなというふうな感じです。で、まあ、無制限なんで、まあ、まあ、時間っていう意味では先ほどの20分は超えるべきということ、そしてまあね、 S ランク取るということなので、まあ勝ち負けはどちらでもいいです。この試合はそれは試合ミッションクリア条件にはなってませんので、勝っても負けてもいいです。まあ、やりやすいのは負ける方、負け側に回った方がミッション取りやすいかなっていう感じはしますね、私的にはね。でまあタック戦なんで、自分が操作してるのが今の黄色のコスチューム、あの黄色と黒のコスチュームの
選手なんですけれども、パートナーがあの白のショートタイツのね、まあ、有形を思わせるような選手がパートナーなんです。で、まあ、タックマッチなんで、あの当然コンピューターも独自で動くんですけれども、あのコンピューターってこう試合評価無視して試合進めるところがあるので、コンピューターに試合権利を任せたときは試合が決まってしまわないように気をつけてくださいね。試合関係なしにいきなりもギブアップ取ったりフォールしたりするんで、まあ最終的にコンピューターに試合を任せたいようなときはどうなんかな、まあもう試合終わり頃ですね、もうフィニッシュしてもいいよという時には任せた方がいいかなっていう風な感じですね。はい、そんな感じでやっていきましょう。ちょっと今試合盛り下がりましたね。だいたい10分ぐらい経過したら試合ワンランクボルテージは上がるんですけども、あんまりこう期待した選手じゃないとか、期待したチーム、期待してないチームが試合主導権握ってしまうとお客さんのボルテージは下がりますので気をつけてください。なかなか超対空ブレンバスターする選手はまあいないですかね。昔はリック・フレア選手がやってましたけどね、超あれは超対空ブレンバスター、超はあの長いっていう字なんですけども、リック・フレア選手はワンランク上の超対空ブレンバスターですね。最初の超はスーパーっていうイメージ、スーパーですね、あの超えるっていう意味の超える長い対空ブレンバスターなんで、かなり長い、ずっと、まあ、受け手側もあのブレンバスター上げられた体勢のまま倒立しないといけないのでかなり苦しいと思いますけど、まあ見ものですよね。結構好きでしたけどね、リック・フレア選手、あの降参ポーズ結構好きでしたけども、日本で言えばあの小橋選手ですね、あの小橋健太選手がまあリアルブレンバスターという感じで超対空ブレンバスターやってましたけども、あれも好きですね。で、今私試合権利がないので、まあ、少々リングの中に入って、まあ、プレイしてもいい感じですね。まあ、今も相撲レスラーさんもね来てますけども、少々ならばリング内に入って援護射撃するのは全然プロレスとしては構わないので、まあ、隙を見てやっていきましょう。まあ、ワンランク上がりました。今の、まあ、回転後ろ回し蹴りというか、まあ、輪廻というかボルテージが上がったので、まあ、この流れからすると我々のチームが勝った方がいいんかなっていう感じですかね。まあ、粘れるところまでは粘ろうかなと。弱ってるな。ちょっともう 1,2 回ぐらいこっち主導権取りたいですよね、試合。あのカットしてくれてよかったかなと思います。試合決まっちゃうとちょっともったいないんで。あ、そうそう、よかった。来てくれんかったらちょっと出番ないなと思ってたんで。ちょっと内側、私の方が得意技出して相手に決めさせてもいいかもわからんね。ちょっと試合時間な長引かせるんで場外行きましたけども、痛いな今のノーザンライトボム場外でやるのはちょっといただけないですよね。いくらマット敷いてるとはいえ
場外でのノーザンライトボムはちょっとご法度かなと、まあ、ゲームだから許されるんですけどね。餅つき、あ、やべ、大丈夫か、なんとか盛り上がってくれてるのでいいかなと。88ギリセーフ、ギリセーフかな、盛り上がってはいたけど、あ、なんとかもらいました。なんかファイプロ、このワールドちょっと厳しくなってるのかなと思い、昔は結構83とかでも S ランクもらえてたんですけどね、なんか80後半取らないといけないような感じになっているのかなという気はしますけど、まあなんとかぶち入れ S ランク取れましたので、次回のねミッションもやっていこうと思います。ではまたまたよろしく。人生のためのゲーミング。